以上、中継でした。では、次のニュースです。船の引き上げを決定しました。去年4月に発生し、およそ300人が犠牲になったセウォル号沈没事故で、韓国政府は今日、海底に沈んだ船の引き上げを決定しました。国外や海外から業者を選定した後、技術的な検証を行い、9月にも作業を開始したい考えで、費用は日本円でおよそ